どうしたんですかそれ。自分で段ボールで作った。ちょっと見せてください。いろんな方向いてください。預けたままでもいいですよ。なんか音楽が聞こえるんですか？それは聞こえない。本当は聞こえないですけど、聞こえるように見えるかなと思って。それで、そう。それでね、外してみていいですか？どうぞ。何で止めてるんですか、それ？ガミテープです。自分で作りました。で、あとは色塗るだけなので、色を塗ってみましょう。黒と紫と赤、青。まず黒から。ちょっとだけ白が残っちゃいますけど、赤色はこんな色です。あんまり強くこうやってばっかり塗っちゃうとこれがちょっと取れてくるんで、ここの声で今なんか言ったよ。なんて言ったの？心の声。ママ大好きって言った。急に？で、ちょうど次青なんでちょうど4色で OK した。青じゃなくない？え？あ、ぶね。先生、気づいてよかったね。青あんまりいいくないけど大丈夫。やってみていいですか？どうぞ。あと8です。あれ、粘着なくなってきた。剥がれちゃった。いきます。見せてください。あ、綺麗。いい感じよ、すごく。じゃあ鏡に入れてきていいですか？どうぞ。俺は何でも生き物なら何でも竜に見える。俺は自分のことも竜みたい。鏡で見たらママを竜に今見える。じゃあ、ハギワギは竜に見える。生きてないのに。うん、なんで急に全部竜に見えるようになっちゃったの？これも竜に見える。恐竜って、まあ竜です。で、うなぎ。うわぁ、はい、描いたのは、私のうなぎ。こっちもっとかっこいいですよ。これ、これさっきの鬼お口。最後、1ページの鬼の武器は剣と銃。ちょっと1個ちょっと怖いの説明してあげようか。ここに血があるの分かりますか？これが怖い。まあ、どうでしたか？ここにね、最後終わりって書いてあるんだけど、ここにね、これ何か分かりますか？1バーコードに普通にしましまのなんかやつを抱き分けしただけ。どっちでしょう？1だと思う人、2だと思う人。正解1のバーコードでした。みんなもこれをこういう本を作ってみてください。そしてうさぎの子を見てにっこりしました。撮ってんの？日常でもそれつけてるよって。背中ピーン。
TikTok グラムをやってますので、じゃあご覧ください。グッドボタンを押してください。じゃあそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。